シャモニー・モンブランはフランス東部オートイコール・サボア県のコミューン。モンブランのふもとにある標高線36メートルの登山とスキーのリゾート地である。日本では単にシャモニーと表記する場合が多い。シャモニーはモンブランから続くモンブラン3軍のふもとの渓谷の町で後にジュネーブ近くでロール川に合流するアルブ川に面していて世界でも 有数のスキーリゾートとして観光客を集めている。1786年8月8日にモンブランが初登頂されてから現在の登山というスポーツが始まったとされているため登山発祥の地として登山家の聖地とも呼ばれている。1924年に開催された冬季オリンピックの第1回大会、シャモニーオリンピックがここで開催された。これにより冬季五輪、 発祥の地と呼ばれる。モンブランが西ヨーロッパ最高峰であるため、多くの登山家がここから山頂を目指した。各種クライミング、エクストリームスキー、パラグライダー、ラフティング、キャニオニング、マウンテンバイク、ウルトラトレールなど、その他の厳しい山岳スポーツの中心地でもある。シャモニーからロープウェイで標高3777メートルに達し、さらにエレベーターで、 標高3842メートルの山頂の下に、ある展望台まで行き、モンブランやシャモニー渓谷を眺められる。ロープウェイを乗り継ぎ、イタリア側のタニクールマイユールへ至る。アイスレースは、氷上耐久レースとして、古くから知られ、1970年代ランチや、ストラトス、アウディクワトロ等の戦歴を記した、反則映像等でもしばしば登場し、PS2 ゲーム、 グランツーリスモ4では伝統のローカルレースであるラリーコースとして両競技者どもに収録されているモンブランを指さすドソシュールとバルマの石踏みありがとうございます